ステップメイニアは PC 用のオープンソース音楽ゲームである。一般的には好みのダンスダンスレボリューションのシミュレータとされているが、実際にはデフォルトでポンプイットアップ、追加のプログラムを組み込めば、パラパラパラ時世や e g にダンサー、ポップンミュージックなどのシミュレータとしても使うことができる。もともとは Windows 用であるが、MacOS や Linux への移植も行われている。また、 Xbox への移植も行われているほか、海外ではこのゲームのエンジンを使用したダンスゲーム、インザグルーブも発売されている。日本国内においては2004年のフンミックスの公開から使用する人が多くなり、別のステップメイニアパッケージを配信するユーザーや、プレイ動画を YouTube やニコニコ動画等に投稿するユーザーも現れ、盛んとなった。しかし最近はパッケージに、 楽曲提供を行った有名同人アーティストの商業用音楽ゲームへの進出やパッケージ配信を行っていたユーザーの諸事情などにより過去に比べ公開されているパッケージやそれを制作するユーザーが少なくなっている。当初、ステップメイニアは GPL の下で公開されていたが、インザグルーブとして商業を展開するにあたっては、 GPL によるソース公開義務が著作権との絡みで問題となった。そのため場合によってはソースを公開しなくても良い形式のライセンスに変更することになったが、そのためにはそれまでの開発に貢献した人たちの了承を得る必要があった。これについては、インザグルーブのスタッフ表記に全開発者の名前を出すという形で合意され、以降、ステップメイニアは、 MIT ライセンスでの公開となった。場合によってはソースを公開する必要がなくなったとは、いえ、今日でもステップメイニア自体はオープンソースである。しかし実際のところ、2006年現在主流の 3X 系列は DDR シリーズと似通っている箇所が多い。初期状態でインストールされているテーマファイルでのタイトル画面はスモマ,マックスとなっており、 その他においても DDR シリーズ作品の一つのダドマックスと類似する箇所が見受けられる。以上の問題点がライセンス等で懸念されるため、どの Linux Distribution も公式パッケージのラインナップにステップメイニアを含めるには至っていない。アルファバージョンのステップメイニア4では独自のテーマファイルで制作が進行しており、この問題が解決される可能性があったものの、 開発が進まず、4シリーズは5シリーズの評価版として開発されることになり、新たに3.93.95シリーズを拡張した4.0が開発されることとなった。この4.0シリーズでは、一部のグラフィック、音楽が改変されているものの、その他は3.9シリーズベースのままであり、大きな改善とはなっていない。ステップメイニア3.954.0に付属した。 ステップマナーやアンラインを用いるとオンライン対戦ができるようになる。チャットなどを利用することができるが、日本語には対応しておらず、a LD 半角、全角で日本語入力を有効にすると、勝手に文字が打ち込まれる状態になる。オンライン対戦するには、利用するサーバーによってアカウントを取得しなければいけない。オンライン対戦用のサイトから登録可能。 4.0ダウンロードページのノート参照。ありがとうございます。